皆様いかがお過ごしでしょうか。ディープゲームニュースのお時間です。今週私はずっとアヤネオや HS を触って、というか、レビューを作って終わった感じですね。なんか特に何も言うことはありません。1週間早すぎて困ります。ディープゲームニュースは、ここ1週間の中で注目度の高かったディープなゲームに関する話題を、テンポよくおさらいしていこうというコーナーとなっています。また本動画ではエミュレータや中華ゲーム機の話題も扱うので、アレルギーのある人はブラウザバックでよろしくお願いします。では早速始めましょう。レトロイドポケットに S の実機画像を公開。現在予約販売中の、レトロイドポケットに S の実機画像が公開されました。チップセットにユニソック T610 を採用した、アンドロイドゲーム機で、クリアグリーンに注目が集まっていますが、これまでの傾向で言うと、クリアシェルのハードは、イメージ画像よりも透明度が低い感じでしたが、今回も同様に結構透明度低め、と思いきや、クリアグリーンは結構良さそうでは、という個人的な感想です。背面もしっかりと内部の機構が見えていて、見れば見るほどそそられる見た目です。私はとりあえず金属シェルの実機画像を待ってます。アンバーニック RG405V を発表。突如アンバーニックが新作動画を公開しました。なんと RG405V、名前を見るに、メタルボディで制作された、RG405M の縦バージョンといったモデル、チップセットはユニソック T618 であることは間違いないので、縦ハードとしては初めての T618 となりそうです。ビジュアルもかなり独特で、サイズ感はかなり大きめ、丸みを帯びたコントローラー部分、そして背面にはがっつりとグリップが作られています。そして何より、木目カラーが復活しているんですよね。ここでまさかの木目調、パッと見はなんだかおかしい木目調なんですが、実際に触ってみるとかなり新鮮で、そこまで悪くないんですよね。デザインについてはあまり評判が良くないですが、アンバーニックの新しいチャレンジということで、続報に期待してみましょう。AYN オディンにのぞぞぞ。結構評判が良いアンドロイド機、AYN オディンのアップグレードモデル AYN オディンに、についての続報です。かなり情報が小出しにされていて、まだ詳細は分かっていませんが、今回のカラーリングはほぼ前モデル通りですが、新たにクリアブルーが追加、さらにメタルボディも制作するかも、といった状況のようです。クリアブルーは画像で見る限り、結構良さそうって刺さっていますが、クリアには LED が非搭載なのが少し残念です。クリアこそ光ってくれよと個人的には思うのですが、まあ仕方ないんでしょうね。金額は299ドルからということで、日本円で関税なども考えると5万円だと考えると、スナップドラゴン870以上のハードとしては、結構良い感じの価格ではないでしょうか。あやねおくんの実機画像。こちらは 8.4 インチとまあ大画面の Windows 機で、言うならば大画面版の Steam Deck のようなあやねおくんですが、くんの実機画像が公開されました。質感はやはり結構良さそうで、若干の光沢感があるツヤ消しカラーで、特に気になるのはシルバーですね。おそらく塗装の色ですが、かなり上品に光る色味で、めちゃくちゃに所有欲満たされそうです。いやあやねおさんは、本当にカラーリングがうまいですよね。今あやねおや HS を使っていても思うんですが、多様に色を使い分けながらもチープに見えず、まとまったビジュアルが本当にスコです。スペックとしてはかなりモリモリなので、金額もモリモリになりそうな予感は結構します。RG405M がなぜかグラファンで。なんでだか突然、国内の大手クラウドファンディングサイト、カンプファイアーにて、某有名なアンドロイド機が倍近い値段で出ていました。なぜ?とかなりざわついたんですが、まあこれって昔から結構よくあることで、いわゆる、クラウドファンディングなのに、特に新しい商品開発をするわけでもなく、普通にアリエクなどで販売されている中華製品を、ほとんど輸入販売のような形式で上乗せして売る、というのが流行っているんですよね。別に代理店が正式に国内販売する際に、上乗せして販売されるって考えると、普通のことではあるんですが、あたかも新しい商品であるかのように公開して、メーカー名も隠して支援を募るのは、ちょっとどうかなって思います。あとついでにこのプロジェクトを出した会社を見てみると、過去にカンプファイアーで72個ものプロジェクトを出していて、現状では同時並行で15個ものプロジェクトが動いていました。すごい。皆さんはどう思いますか?あとこれを見ていたら、過去にキックスターターで、坂もミニという製品が出品されているのを思い出しました。坂もミニ、名前は知りませんが、なんだか見たことあるビジュアルですよね。現在確認してみたらファンディング停止されてました。そりゃそう。個人的なニュースとしては、ちょっと最近中華イヤホンを買いまして、まあ中華の2000円未満のイヤホンなんてそんなもんだろう、とか思ってたんですが、まずビジュが良すぎて、その上実際に聞いてみると結構良くて、うわ今ってもうこんな時代なんだ、って衝撃を受けました。イヤホン沼に片足突っ込んだ状態ですが、別にそんなにイヤホンの音質にこだわりはないので、なんとか持ちこたえたいと思います。皆さんもおすすめの中華イヤホンあったらぜひ教えてください。明日から一般的にはお盆休みだと思いますが、台風が近づいているし、体調崩している人も多いので気をつけて過ごしましょう。では今回のニュースはここまで。良いお盆休みを。この動画が良いと思ったら、じゃ
ャンネル登録。